の咲子大沢です。今回は WeDJ と DDJ200 の使い方をご紹介します。 DDJ200 はとても軽量でコンパクトなコントローラーです。なんとモバイルバッテリーで動きます。場所を選ばず DJ プレイができちゃいそうですね。アプリとコントローラーは Bluetooth で簡単に接続します。スマホ画面だと操作がしにくかったところがコントローラーを使用することで簡単に操作することができます。スクラッチをしたりスライダーを動かしてテンポを変えたりすることができます。アプリ内のチュートリアルがコントローラーと連動しているので、初めて触ってもすぐに操作方法が分かるのもとってもいい機能だと思います。